はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2023年令和5年の7月20日の木曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は7月の20日ということですけれども、この7月の20日という日はですね、50年前に香港映画で有名だったブルース・リーさんがお亡くなりになった日ということで、ちょうど命日に当たるそうですけれども、あれから50年ということで、亡くなられた時には私も子供だったので、あまりですね、このブルース・リーさんという方を知りませんでしたけれども、その後いろいろな映画を見て本当に大ファンになって、その時にはもう亡くなっているんだということに気づかされたというような流れがあって、もうこのですね、香港映画の大スターのブルース・リーさんに影響を受けた方も多いのではないかなというふうに思いますけれども、ちょうどというかですね、偶然ほんの少し前にですね、香港から日本に旅行に来ていたという20代の若い男の子とお話をした機会があって、その時に自分が香港映画のブルース・リーさんやジャッキー・チェンさんが大好きだというような話をしたら、そういう2人とかカンフー映画というのは香港でももちろん知られてはいるけれども、今の若い人たちは誰も見ないというような話をされていて、もちろん中には好きな人も好きな若い人もいるかもしれませんけれども、かつて私たちが若かった頃のようなメジャーなですね、この存在感があるわけではないということを知って、少しカルチャーショックを受けたというような記憶があったばかりなので、このですね、私たち世代のマーケットにはまだまだ人気があって、このブルース・リーさんの存在感は大きいですけれども、今の若い香港の人たちにはまた違う香港なりの価値観というものが芽生えているんだなというふうに感じました。で、今日ですね、この朝この職場にですね、歩いてくる途中に自分なりに頭の中に浮かんできた言葉をまとめてみた言葉についてはですね、人のことを羨ましがる必要はない、人が持っていて自分にないものは手に入らない、自分が持っているものを最大限に生かす方法を考えようというような言葉になりました。人はやはりですね、自分にないものを、人が持っていて自分にないものを羨ましがったり、欲しがったりする傾向があって、どうしてもですね、この何か物を買う時でも、自分が欲しいかどうかわからないけれども、とりあえず売れ行きが良さそうだったり、売り切れてたりするものを見るとですね、あ、これにしとけばよかったみたいなことを思ったりもすることがあったり、それは人が持っているものを羨ましがるということとは少し違うかもしれませんけれども、どうしてもですね、人の自分にない隣の芝生が青く見えてしまって、そのですね、自分にないものを持っている人たちに対してですね、場合によってはこのやきもちを焼いたり嫉妬をしたりですね、そんな感情が出てきてしまうこともあるかもしれないし、どうしても自分がですね、他人と比べて劣っているように感じてしまう時も、たまにあったりするのではないかなと思いますけれども、もちろんですね、人が持っていて自分にないものというものはもう永久に手に入ることはないので、そういうことに対して固執しているよりも、自分にあるものというものを探して、でその自分が持っているものを最大限に生かしていくような、そんな思考に変えた方がですね、よっぽど生産性が高いというか効率が良くなってくるというふうに思っています。自分自身もですね、そのように考え方を切り替えられるようになってきたのは本当に、年を取ってからというか、つい最近といえばつい最近というかですね、若い時にはどうしてもそういう視野が狭くて、人が持っていてですね、自分にないようなものを見つけては、悔しがったりですね、羨ましがったりするような感情が心のどっかにあったり、したことを記憶しています。ただだん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 年を取るにつれて、もうそういうことはですね、いつまで経ってでも、もういつまでそういうことにこだわっていてもしょうがないし、手に入らないものは手に入らないということを割り切ったりですね、もうある意味諦めたりするような感情が、少しずつ勝るような時が出てきて、それでですね、落ち込むとかネガティブになるのではなくて、むしろじゃあ自分が持っているものは何なんだとかですね、自分が人が持っていないもので自分が持っているということに気づくということはあまりないかもしれませんけれども、自分なりに自分が持っているもので自分がこれから先もですね、活用していきたい分野とか性質とか性格とか、そういうことによって何があるんだろうというような目を見てみると、そういう目で見てみると、逆にですね、気がつかなかったことに気づいたり、
ずいぶん時間が経ってからですね、自分というものに対しての理解が深まったりということがあったりするので、まあ、それはですね、年齢を重ねることによって少しずつ視野が広がってきたり、また自分と向き合うということもですね、より、その深さというものが深まったりしてきてということもあるかもしれないので、それを若い時にできていたかというと、できていた自信もないし、きっとできていなかっただろうなというふうに思うので、まあ、これもですね、人間が年を取っていくということの良さの一つではないかなというふうに思います。若い時は体力もあるし、どうしてもですね、まあ、今とは違う考え方とか思考回路ということになっていたし、この見る目、社会を見る目というものもまだまだ超えてなくてですね、経験不足の面が多かったし強かったと思いますけれども、まあ、その当時から比べれば少しは経験を重ねて、いろいろなですね、自分なりの視野が広がる中で、自分自身というものを見る目も少しずつ変わってくるということがあるので、決してですね、年を取るということはアンチエイジングではなく、エイジングフレンドリーという視点で捉えるという意味でもですね、この他人を羨ましがる必要はない、人が持っていて自分にないものは永久に手に入らない、だから自分にあるものをですね、最大限生かす方法というものを考えていこうというような言葉も、エイジングフレンドリーの一つではないかなというふうに感じています。ということで、今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 32,896円03銭、32,896円03銭ということで、おとといに比べるとプラス400飛んで2円14銭、プラス400飛んで2円14銭ということで、400円を少し超える幅での値上がりで、32,800円台を回復しているところで、昨日は取引時間が終わったようですね。円ドル相場については1ドル139円50銭から52銭、1ドル139円50銭から52銭ということで、おとといに比べると1円28銭の円安、1円28銭の円安ということで、またまたですね、円安方向に動いて139円台半ばぐらいで昨日は取引を終えていたということなので、また140円台へと円安が進んでいくのか、また138円台へと円高傾向に少しまた戻るのかという動きが、あっちに上がるにしても、円安にしても円高にしてもですね、どちらに動くかはちょっと分かりにくい動きとなっていますね。で、今日のですね、音読の題材に取り上げていきたい一つ目の記事については、今日の日本経済新聞朝刊の社説の一つ目からです。タイトルは、中東産原油の脱炭素を官民で支援せよということで、岸田文雄首相がですね、この中東地域で歴訪されて、もう帰国されているのかな、ということで、まあ、その経過も含めたですね、この記事となっているので、こちらを一つ目の音読の題材とさせてもらいたいと思います。中東産油国の脱炭素を官民で支援せよ。岸田文雄首相が中東の有力産油国であるサウジアラビア、アラブ首長国連邦 UAE、 カタールを歴訪した。多数の企業経営者も同行し、官民が関係強化で合意した。脱炭素に的を絞った協力を打ち出した成果は評価できる。中東の産油国が取り組む産業多角化を戦略的に支援していくべきだ。ロシアによるウクライナ侵攻後、欧米や中国など主要国の首脳の中東歴訪が相次ぎ、地政学的な重要性の高まりを映している。原油輸入の9割以上を中東に頼る日本にとってはなおさらだ。中東地域における日本の存在感の低下に歯止めをかけなくてはならない。岸田首相の外遊へのビジネスミッションの同行は初めてという。産油国の指導者が進める改革は日本の企業にとっても大きな商機となろう。産油国ファンドは世界の資本市場で存在感を増しており、金融ビジネス分野でも協力を広げる余地は大きい。脱炭素時代への産油国の適応を支援することは中東の政治安定にもつながる。水素、アンモニアといった環境技術は日本が先行したが、欧州などの猛追を受けており、技術協力をさらに深めていく必要がある。世界の温暖化対策で産油国が果たす役割にも注目すべきだ。
民間石油会社が株主の圧力で化石燃料ビジネスから撤退を強いられているのと対照的に、中東の国営石油会社は着実に投資を実行してきた。脱炭素社会への移行期に産油国が安定供給の責任を果たすよう要請し、エネルギー転換をめぐる市場の混乱を最小限に抑えていく必要がある。広い国土や日射量など再生可能エネルギーの立地条件に恵まれた中東は、ポスト石油時代にも有力な燃料の供給地となるかもしれない。足元の安定、調達だけでなく長期の関係強化を視野に入れたい。サウジとインドの和解を、サウジとイランの和解を仲介するなど、中東では中国の影響力が高まる。日本なりの協力を深めてこれに対抗し、産油国が権威主義陣営になびく傾くのを阻止する必要がある。民主化や人権状況の改善についても粘り強く説得していくことが重要だ。今年は1973年の石油危機から50年という節目にあたる。資源なき国の弱みを解消するという課題の克服は道半ばだ。産油国との協力強化の一方で、調達の多様化や消費行動、産業構造の見直しなど改革の努力を怠ってはならないということでですね、この石油危機、オイルショックが50年前ということが記事にあったので、まさにこの先ほど言ったブルース・リーさんが亡くなった時がですね、オイルショックの真っ只中だったということになるんでしょうね。このエネルギー供給地点であり、中東の存在感というものは非常に大きい中で、これから脱炭素に向けた面でもどのように関係を強化していくことができるかということとか、アメリカや中国のですね、習近平国家主席とかバイデン大統領も相次いで中東を訪問した後だったので、やはりこの辺の中東地域の存在感というものも、また世界の中でもですね、決してないがしろにできない部分であるということなので、これから先日本との協力強化についてはですね、どのように動いていくのかということも、こういった社説などから学ばせてもらい続けていきたいなと思います。そして2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞社説の2つ目からです。 PFAS 汚染の実態把握急げということで、フッ素化合物がですね、有害性が、確認され、それに対するですね、懸念というものが高まってきているということだそうですから、こちらもですね、今のこの2023年令和5年時代の、社会情勢の一つとして学んでおきたいと思います。 PFAS 汚染の実態把握を急げ。有害性が指摘される特定の有機フッ素化合物 PFAS による汚染が相次ぐ。住民に不安が広がる中、国の対応は遅い。汚染実態や管理状況の把握を急ぎ、可能な対策を進める必要がある。PFAS は水や油をはじき、熱に強い。フライパンの表面加工や半導体製造、泡消火剤などにも使われる。自然界ではほぼ分解せず、生物の体内に蓄積するという。代表的な PFOS や PFOA については、がんや高脂血症などのリスクを高めるため、製造や輸入が禁止された。過去に使われたものが地下水などに漏れて、各国で問題化している。米国では製造者責任が問われ、デュポンや 3M は巨額の和解金を払うことになった。日本では2020年、PFOS と PFOA について水質の暫定指針が設けられた。環境省の2021年度の調査では、13都府県の81点で指針を超えた。環境省は自治体と協力して調査地点を増やす方針。汚染源を特定して拡散を抑えることが対策の第一歩となる。工場が汚染源なら、企業は率先して浄化に取り組んでほしい。米軍は東京都の横田基地での漏出を認めた。国は対処を求めるべきだ。泡消火剤は消防機関や自衛隊施設、空港などに約340万リットルが残る。高温の焼却で無害化できるので、国は処分費用への助成を検討しても良いのではないか。PFAS は有機フッ素化合物の総称で、数千から1万種類ほどあるとされ、性質も幅広い。その多くは毒性が不明だ。欧米は規制を強化する方向だが、方向性はかなり違う。欧州では PFAS 全体に広く網をかけ、米国では口に入る食品包装などに絞って規制する。
日本は健康への影響を調べるとともに代替物質や無害化技術の開発状況を見極める必要がある。足りないのであれば技術開発を支援すべきだ。漏出対策を徹底できるならそれを条件に使用を認めても良いのではないか。規制によって社会が混乱するのは避けたい。幅広く意見を聞きながら規制の姿を探ってほしい。ということで、有機フッ素化合物ということで、まあ私たちがですね、馴染みのある言葉としては、フライパンなどがまさにですね、フッ素加工みたいなことだとか、今はテフロン加工とかいうものが主流になっているのかもしれませんけれども、これによって、フライパンがですね、ツルツルのまんまとか、卵焼きがきれいに焼けるというようなことを聞いてたようなこともあるような気もしますし、ちょっと記憶違いかもしれませんけれども、まあいずれにしてもですね、安全性というものをしっかりと見極めて、あまり混乱するような規制をかけてですね、私たちが変に下手にですね、戸惑わされることがないように気をつけていただきたいなと感じています。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の一面の記事の中でですね、 AI 生成 AI について日本経済新聞社としてはこう考えますというような、この論今日というかですね、論説を、掲載してくれているので、 AI に対する、まあ、生成 AI に対する日本経済新聞社の見解というものもですね、こういった機会に学ばせてもらいたいなというふうに思いますので、こちらは3つ目の音読の題材とさせてもらいたいと思います。生成 AI の報道利用について日本経済新聞としてはこう考えます。日本経済新聞社は経済メディアとして正確で迅速なニュース発信、質の高い調査報道、公正で偏りのない解説分析を大事にしています。記事やコンテンツで読者の判断を助け、新しい視点を得てもらうことが最大の目的です。人工知能 AI との向き合い方について私たちの考え方をお伝えします。自然な言葉で質問に答える対話型 AI や、伝えたイメージに沿って絵を描く画像生成 AI などの生成 AI は社会を変えうる重要な技術革新、イノベーションです。その一方で使い方によってはメディアが守るべき正確性や公正さを損なう恐れもあります。意図的に誤った記事や画像を作ることができ、意図せずに誤った情報を取り込んでしまうこともあります。この革新的な技術はメディアの進化を促す力になりますが、ジャーナリズムが最も大切にしなければならない読者の信頼を損なうきっかけにもなり得ます。日本経済新聞は日本のデジタルジャーナリズムの先駆者であり続け、新しい技術には貪欲でオープンでありたいと考えています。責任ある報道を寄与する場合にのみ限定的に AI を利用する方針です。信頼できる公開情報からのデータ抽出、文章や画像などの検索や翻訳など編集作業を補助する場面を具体的に想定し、 AI 活用のルールを定めています。日経はすでに AI を使った企業決算サマリーを電子版で提供しています。数字を取り出して所定の表現で文章を作成していますが、業績を分析したり予想したりすることはありません。 AI 作成の文章や画像をそのまま公開することはありません。利用する場合は事前の報告、許可、結果の検証、記録、修正が全ての編集メンバーの義務となっています。取材や業務で知り得た機密情報や個人情報の入力は禁止です。AI の提案を採用する場合はその旨を明記します。プログラミングの補助や技術調査のための利用をする際も同様です。常に透明性を保ち、リスクを警戒し、過去を記録、公表するという原則を編集局全員が共有しています。技術の進歩に応じてルールも見直します。また報道各社は記事、写真、画像の著作権などの法的権利を持っています。これらが AI に無断で利用されることを私たちは許容しません。ニュースの現場に足を運び、培った経験をもとに分析し、正確な情報を読者に伝える。このプロセスを担うのは他でもない人間です。この先も考え、伝えるメディアとして責任あるジャーナリズムを追求していきます。ということで、編集局長の山崎博さんという方の分析での記事となっていますので、このような見解をですね、しっかりと新聞社として述べられるということは、かなり評価できる姿勢などなのではないかなというふうに感じますし、私たち自身もですね、生成 AI、その他人工知能、対話型 AI など含めて使
使い方、接し方というものに気をつけていかなければいけないなということを感じさせられた記事だったかとも思います。ということで今日はですね、2023年令和5年の7月20日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることもない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。